東谷和也です。作業療法士になる夢叶えました。輝く笑顔がここにあります。作業療法士は入浴、食事など日常生活の動作やスポーツ、レクリエーションまであらゆる作業活動を通じて体と心のリハビリテーションを行う専門家で、幅広くリハビリテーションの医療現場で活躍しています。作業療法っていうのは日常生活の動作の細かい訓練だったりできるので、一人一人の患者さんに対して表面だけこう関わるだけじゃなくて、これからの人生についてこっちが関われるっていうのが魅力の一つだと思うんで、本来できてたことがまあ全くできなくなった方に対して、まあリハビリを行って風呂一人で入れるようになったりっていう、その当たり前のことをちゃんとできるようになった時に、心の底からこうなんかありがとうみたいなって言われた時に、やっぱり自分がやってよかったなみたいな感じで思います。同じ病名がついとる患者さんでも、その人に対してその的確なプログラムを立案して実施しないと、限られた時間で回復できるレベルも違ってくると。やっぱ常にそういう面では勉強とか知識とか技術身につけるために、まあ向上心とかも必要と思います。作業療法っていうのは非常に幅が広いんで、その中で我々セラピスト側が何ができるかということを考えて、新たなこう試行錯誤をたくさんやってくれるので、患者さんはまた家族様からも信頼されて明るくやってくれてます。今後周り全体を見て自分がどう動くかということも考えながら、リーダーシップを取っていけるような人材になっていただけるよう期待しています。川原医療大学校作業療法学科では、医療、福祉、介護、教育の現場で活躍できる作業療法士のスペシャリストを育成するカリキュラムが整っています。現場での実践力を高める臨床実習も豊富で、高い国家試験合格率を誇っています。川原医療大学校ではご覧の各学科で学ぶことができます。お家帰るだけじゃなくて、他に料理できるようになりたいとか、そういう細かい患者さんの目標をこっちも達成できるように、患者さんの目標を叶えられる一人前の作業療法士になることですかね。もうちょっとした4、5、6